ロマンティック街道のルートマップロマンティック街道を示す標識ロマンティック街道はドイツのビュルツブルグからフュッセンまでの約4 0 0トルの街道ルートである。ドイツでは観光街道として指定されているものの一つ。ここでの街道とはそのような一本の道があるというのではなく、ほぼ直線上に連なったドイツの観光名所を地図の上でつなげ、 続けて観光するのに便利なように案内した順路のようなものである。ロマンティック街道は街道沿いに点在する中世都市や美しい城、宗教建築、工芸品が点在し、フランケンワインやドナウ川のマス料理など観光資源が豊富なルートで最も人気の高い観光街道の一つである。ロマンティック街道はローテンブルクでやはり人気の観光街道古城街道と交差する。 移動には自転車、バス、マイカーなど多くの異なる。可能性がこのルートにはあるが、町々を観光する時間を取りながら運転される定期、観光バスも運行されている。一方、鉄道での移動はあまり便利ではない。ロマンチック街道協会公式サイトによれば、ロマンチック街道という名称は、国内外の旅行者が中世の街や夢の城のイシュバンシュタインを見て感じる。 ものすなわち過去に戻ったかのような感覚と魅力を表現していると説明されている。ここで言う、ロマンチック・ローマンティスッチは、ロマン主義的なという意味で用いられており、恋愛物語的なという通俗的な意味ではない。したがって、ロマンチック街道を語義通りに訳すと、ロマン主義街道となる。ロマンチック街道の語源をローマへ通じる道とする説が、 地球の歩き方ヨーロッパ及び地球の歩き方ドイツで唱えられ、日本で普及したが、ローマンティスチにローマのという意味はない。1950年1月10日、アウクスブルクに集ったビュルツブルグ、ローテンブルク、アウクスブルク、フィュッセン等の政治家及び観光関係者が、マインガーからアルプスに至るロマンチック街道共同団体の設立を宣言した。団体の代表には、 アウクスブルク観光局の代表、ルートビヒベゲレドクタールートビヒウィージェルが就任し、同市に事務局が置かれた。同年6月19日には、街道沿いの町々を結ぶ路線バスが運行を開始した。ルートは、基本的には、バイエルン州西端を北から南へと連なるルートである。ただし正確には一部宗教を超え、隣接するバーデンビュルテンベルク州も通過する。 ありがとうございます。